ぬかたべのの一つ。ぬかたべののルーツは、王神天皇の御子、ぬかた大中彦御子の名城であるとも、田辺の一種であるとも、554年に誕生したぬかたべの王女の使用や、王宮の運営の基盤であるとも言われているが、武民性は5世紀後半、有楽天皇の時代に施行されたとする説が通説となっており、また、大和政権と出雲東部の勢力状況からして、 五世紀のものとは想定しにくいため、後者が有力であるとする説がある。一方、ぬかたべのはぬかた大中彦コ子の名城であって、水古天皇のために置かれたとする説は、本末転倒であるとの批判や、名題ではなく清潔、単野部族のことを指すとする説もある。日本初期巻、第十一にはぬかた大中彦コ子が、 大和の遁殿とんとみやけを干渉しようとして、とん氏である、出雲神の祖先である、大薄すくねに、このとんは、もとから、山盛りの地であって、今から自分が治めるから、お前は治めてはならないと言ってきて、大薄すくねがそのことを、王神天皇の皇太子である、都道うイラらコ子に相上した、という事件が描かれている。その後、天皇のものである、ということで決着し、 大中彦込子は二の句が告げなかったという。以上の記述からも、大和政権と出雲勢力との勢力の緊張状態を伺うことができる。ぬかたべのはほぼ全国に分布しており、中央の氏族は村次世、地方では君、真、自家、主政の者が統括していたという。島根県岡田山古墳の一号墳からは、核、伝領心と名文が記された。 遠筒大島が出土されている。古墳のある松江市大草町は、かつての出雲国王軍大草郷にあたり、国画の遺跡は、古墳の東約1キロメートルの地点から発掘されている。出雲国風土器によると、王軍に隣接する大原軍の軍事少量に、ぬかたべの神の名が見え、大原軍の中心である八内の里には、全少量である、ぬかたべの神 押島が混流したと伝えられる寺院も存在していたという。奈良時代の立花奈良マロの乱の際の佐伯小雛への尋問によると、一味の鴨の格足は、駒福信、泣き王、坂上刈田マロ、小瀬内マロ、小鹿島島りを招いて、ぬかたべのの屋敷で主演をしたという。このぬかたべのは、ぬかたべのスクネ一族の本拠地でもある。ありがとうございます。